はい、じゃあそうしましたら本日音符と休符になるんですけども、その中で音符の長さについてっていうのをちょっとやっていこうと思います。メトロノーム必要、ちょっと待ってください。メトロノームしますね。こういうメトロノームですね、電子メトロノームが、まあ、一般的にはなるんですけども、皆さん使うとしたら携帯のアプリで結構入ってたりするんで無料で手に入ったりします。テンポ80にしときます。これ数字が多くなればなるほど速くなります。はい、基本は80、はい、でこのピッっていうタイミングが四分音符のタイミングになります。はい、で四分音符はこのピッって中に1回叩くんですね。これが四分音符の速さです。ちょっと叩いてみてください。こういう感じです。はい、なんでまあ別に回数でいますね。こういう感じです。あ、こっち回数ですね。はい、一回です。で、今度は8分音符は2倍になります。なんで2回叩きます。これが8分音符の速さになります。で、その後ですね、16になると、さらに倍になって、4回になるんですね。そうすると、この速さです。1、2、3、4、1、2、3、4、まあ、おにぎりの速さになります。はい、はじめにちょっと叩いていただいて、フリーズっていう。そうです。はい、そういう感じです。で、次です。2分、音符。2分音符は、ちょっとこうなると、まあ、0.5 になっちゃうんですけど、2回に1だ。まあ2拍に1だって感じですね。まあ、ちょっと拍が拍なんで。そうするとどうなるかというと、1、2、1、2、これが2分音符の長さです。1、2、1、2、1、2、そうです。で、全音符ですね。正確にはちょっと違うんですけど、今日分かりやすくこうします。4拍に1段ですね。なんでこんな感じです。1、2、3、4、こんな長いですね。はい、っていう長さですね。じゃあせっかくなんでちょっとチェンジアップ少し練習します。じゃあまず四分音符いきましょう。1、2、3、4、まず四分音符です。2、3、4。じゃあ次8分音符いきましょう。3、はい、2回です。1、2、1、2、1、2、そうです。じゃあ16です。はい、1、2、3、4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 。じゃあ4音符です。3、はい、1、2。いいですね。じゃあ2音符いきましょう。次いきます。3、はい、1、2、1、2。では全音符です。3、はい、1、2、3、4。はい、やってみます。こんな感じですね。はい、これが長さになります。で、一応もうちょっと先あるんです。まあ、この上はないんですけど、次がは、まあ、これはあのこれ旗って名前なんですね。これ旗。旗が3本になります。そうすると、まあ、イメージは、16足す16で32っていう、なんか倍数だっていう感じです。せっかくにあの半分の半分の半分みたいな、そんな感じでこう出てくるんですけど、今度8っていうのが出てくるんですね。はい。難関曲はここまでいきます。ただこれ以上先は理論上あるんですけど、不可能に近いです。はい、見たことはないです。はい、ピッっていう間に16回叩いてくださいになるんで、これが64分音符。はい、まあ、今ちょっと待機しましょうか。まあ、もうこれで辛い、まあ、いけるかどうかって感じだと思います。16は1、2、3、4、1、2、3、4、この速さですね。その場合です。これが32です。で、裏技を使えば、あ、そっちです。裏技を使えば下までいけます。あ、一瞬しかできないですね。そんな速さです。一瞬で。あ、そうだ。なんでピッて間に16回叩いてくださいっていう。あの、多分太鼓の達人の得意書は風船割るような感じでいけるかもしれない。一瞬一回しかできないですね。二回目はちょっと遅いですね。はい、以上となります。早い、すごい速いです。